こんばんは、スローラです。今日はフォーセレクションのウバとプレミアムアマオーイチゴのロールケーキを食べたいと思います。こちらはローソンで購入しました。で、確かこれ230円ぐらいしたんで、ちょっとお値段は高めだと思います。はい、早速できましたのでね、ウバの方を飲んでみたいと思います。すっきりとした味わいとシャープな感じがする特徴のウバの紅茶です。で、美味しいです、非常に。こちらのプレミアムアマオイチゴのロールケーキを食べてみたいと思います。まずはね、まずは皮からいってみたいと思います。このバウンドしたところ、うまい。この皮のね、柔らかいのとね、クリームもね、非常に甘くて美味しいです。皮の部分はね、なんとなくいちごの味が出てるかなっていう感じです。クリームとこの外側の皮を食べるとちょうどいい甘さになります。ではこちらのいちごを行ってみたいと思います。あ、このね、いちごの味がしっかりしててね、で、甘くて、で、美味しいです。でね、スイーツとね、紅茶がね、非常によく合います。クリームとロールケーキのロールのバウンド感が混ざって非常に美味しいです。非常にね、甘いものとね、紅茶を組み合わせるとね、甘さがね、ちょうど消えてね、いい感じになります。以上、ご視聴ありがとうございました。こちらに関連動画、チャンネル登録お願いします。